日南高等学校2年神原ほのかさん。タイトルは将来の私です。将来の私、私には夢があります。それは医学の道に進み、病気で苦しむ多くの人々の命を救うことです。私は病気で苦しむ祖父の姿を見て育ちました。私の祖父は肺気腫という病気でした。私が生まれた頃にはすでに喉に管を通し、声を出すこともできない状態でした。その上、私は祖父の声を一度も聞いたことはないのです。1時間おきに行っていた喉に溜まった痰を取る作業、喉の穴から細い管を通し、祖母が慣れた手つきでやっていたのを覚えています。喉に痰が溜まり、祖父が机をトントンと叩くと、私はすぐに大きな声で、ばあばあ、じいじの痰取ってと叫んでいました。これが小学生だった私にできる唯一の仕事でもあったのです。祖父は時には救急車で運ばれ、病に苦しむことも何度かありました。しかし、そんな病気と戦う祖父と過ごした日々の中には、楽しい二人だけの思い出もたくさんあります。宿題でわからないところがあると、空中に書く祖父の文字を読み取り、何を伝えようとしているのか一生懸命に読み取ろうとしていました。読み声という宿題の時には、目をつぶりじっと聞いて、読み終わるといつも笑顔で OK とサインしてくれていました。私はその OK のサインが欲しくて、隣の部屋で何度か練習してから祖父のところに行っていたこともありました。私の記憶の中にいる祖父は、病気で苦しんでいる祖父よりもにっこり笑う祖父の顔の方が印象的です。しかし、声を出すことのできなかった祖父、今になって思うとすごくつらかったと思います。病気にかかってからずっとベッドの上での生活、あの縁側から毎日同じ景色を見て、変化のない毎日、何を思って何を生きがいにして過ごしていたのだろうか。祖父は今から5年前に亡くなりました。私は祖父が亡くなった時、じいじ、これでやっと苦しみから解放されて楽になったね、今までご苦労様でしたというほっとする思いと、結局何もできなかった自分に対する悔しい思いでいっぱいでした。その時私は決心しました。祖父の命を救うことはできなかったけど、同じように病で苦しんでいる人の命を救うために医学の道に進もうと。私は夢を実現するため、現在勉強の傍ら次のことにも挑戦しています。一つは地域医療を考える日南塾に参加し、市内の医療現場で働く医師、看護師、薬剤師、保健師などの方々とグループディスカッションを通して意見交換をし合ったりなど、地域医療についての理解を高めようとしています。もう一つは、本校の仲間友達と取り組んでいる日南市の活性化に向けた施策を考えていくプロジェクト学習を通して、コミュニケーション能力を身につけていくことです。ただ肝心なことに、最近は成績が伸び悩み、本当に夢を実現することができるのか揺らいでいました。しかし、今回の日南市民市長大会に参加し、事故を反省する機会となりました。自分は本当に医学の道に進もうとしているのか、将来に向けて今の自分にできることは何なのか、夢をつかみたい、そして天国いる祖父に夢をつかんだ自分を見てもらいたい。私の尊敬するマザー・テレサは言っています。It is not how much we do, but how much love we put in the doing. It is not how much we give, but how much love we put in the giving. 大切なのは、どれだけ多くを施したかではなく、それをするためにどれだけ多くの愛を込めたかです。
大切なのはどれだけ多くの愛を与えたかではなく、それを与えることにどれだけ多くの愛を込めたかです。私はマザー・テレサのように一つ一つの困難に立ち向かい日々精進します。ジージー、またいつかあの時の笑顔で OK のサインくれますか？ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。